こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の前後は、松下鶴を伴いて飛ぶです。千年に一度しか咲かない松の花が千年も長生きする鶴を伴い大空に舞う光景は極めて稀なことであり、これほどめでたいものはないということです。今から松下鶴を伴いて飛ぶを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。